よくわかんねえけど、時間を稼げばいいんだな。オーグン、私も手伝うぞ。いや、俺一人で大丈夫だ。投げてくぜ。を稼ぐだけなら コンボつなげてこうやって走れバスケやってりゃいいんだ。うわー、すごい。そうか、あの噂はオグンだったんだ。第4に一時的にバーンズ大隊長並みの火力を出せる新人がいるって。確かにすごいけど、僕には何がどうなってるのかさっぱりわからないよ。聞いた話だと、あの炎の帯を体に巻きつけてる間、強制的に身体能力を高めることができるらしい。でもあんなに火力を出しすぎて、あいつ大丈夫なのか。何か手伝えることがあればいいけど、あのスピードについていけるかどうか。ございな。